ネイト、ねえネイト、ほらここだよ。ねえ、ここ誰の家なの？さあな、知らない。でも住所は合ってる。何日か様子見てみたけど誰もいない。ほら着いたぞ。うわぁ、すんごいでかいな。どこから探す？まあまずは入り口からだな。そっから屋敷ツアーだ。警報器あるのかな？窓を壊さないで入れるところを見つけよう。いくらくらいするんだろうね。知らない方がいいこともあるんだよ。玄関は鍵がかかってる。試してみただけ。よし、裏を見てみよう。おい姉さん、見ろ。本当だ。よし、手を貸せ。そんな高く飛べない。ほら、ついてこい。お前の分。ねえ、部屋の目星はついてるの？本とか日記とか論文とか紙系、そういうやつを探せな。何もない。
違う。屋根裏にはないだろう。旅行用とかキャンプ用の古い道具ばっかりだ。よし、いいな。降りるぞ。一晩中かかるだろ。どうやって探すの？母さんのノート覚えてないの？表紙が白っぽい革のノート。覚えてるけど、ここ広すぎ。砂漠の中の米粒じゃん。サム、見つけた。マジで？違った、母さんのじゃない。まあ気にすんな、その調子。ねえサム、馬鹿げてるけど、これ明王朝の壺じゃない？姉さん、明王朝の壺をそんな風に置いておくやつなんていると思うか？だよね、偽物だと思うけど。まあ偽物だろ。うん。この家の人？なあ、こういう箱懐かしくない？家にいつもあった。ほんと？父さんよく言ってたっけ、来月にはまた引っ越すんだから箱から出すなって。ああ、ムカつくやつだったな。ダメだ。ほら、一緒にやろう。いいか。なんだこれ。これ、古代のミイラの棺じゃない？ああ、ミイラ。ここそこら中に似てんのがあるぞ。ほら、棺だらけだ。サム、本物だよ。
すぐにわかるか。それわかるか？なんだっけ、見たことはあるんだけど。寝そべった像、エドルリアノだ。ああそうだ。そう、夫と妻二人一緒だ。暗いけど結構イケてるよな。ダメ。臓器の壺すげえ。